タラ君が楽しいですね。ちょっと足側部のトレーニングを一緒にしましょうか。前に体重かけます。その状態で指先浮かされます。しびれる、しびれる。これ内在筋の神経抑制かかりすぎなんですよ。これで一回ウォーキングしなさい。めちゃくちゃアキレス腱が手伝ってくれるので体軽いはずです。歩くのが楽しいですね。足のこう付け根をベチャッと床にくすげます。その状態でどこまでこうグーッと擦れるか、足の甲を柔らかく使う神経の鉄則です。これで一回ウォーキングしてください。伸ばした方がいいかもしれない。噛んでなかったらその足の甲も見てないってことです。これで指の活性度が上がってなかったら皆さんの足の甲硬すぎるんですよ。よし、それでは今日これで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。